ジョン・フレミング、ジョン・アンブローズ、フレミング、サージョン・アンブローズ・フレミング、1849年11月29日から1945年4月18日は、イギリスの電気技術者、物理学者、1904年、熱用管、または、真空管、二極管、ケノトロンを発明したことで知られている。また、数学や電子工学で使われる、 フレミングの法則を考案した。経験なキリスト教徒でロンドンの教会で復活の証拠について説教したことがある。1932年の確立に関与している。子ができなかったため遺産の多くを教会に依存した。写真家としてもかなりの腕前で水彩画やアルプス登山を趣味とした。ランカシャー州ランカスターに生まれる。父は 回収派協会の聖職者だった。ユニバーシティカレッジロンドンにて学び、1877年、ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジ、フェランテイ、エジソン電信会社後に、エジソン伝統会社などのコンサルタントを務め、1892年、変圧器の理論についての重要な論文を、ロンドンの英国電気工学会に提出した。 フレミングが学校に通い始めたのは10歳の時で特に幾何学が得意だった。それ以前は母から教えられていて、チャイルド・エスガイド・ツー・ナレッジという子供向けの本をよく読んでいた。大人になってからもその本から引用することがあった。に進学し、数学では優秀だったが、ラテン語ではいつも成績が悪かった。子供の頃から銀紙になりたいと思っていた。 11歳の時自分の工房を持ち、エンジン付きの船の模型を作っている。またカメラを自作しており、生涯にわたって写真撮影を趣味とした。いろいろなものを作るのに必要な資金は、一家の財政ではまかなず、学校に通うと同時に働いて稼いだ。ユニバーシティカレッジロンドンでは、数学者、オーガスタス・ド・モルガンと物理学者に指示し、 学士号を取得して1870年に卒業。その後、現在のインペリアルカレッジロンドンで科学を学ぶ。そこで初めて、ボルタ電池に出会い、最初の論文のテーマに選んだ。当時新たに創設されたロンドン物理学会、現在のイギリス物理学会に最初に提出された論文で、同会の議事録一巻目の最初のページに記されている。金銭的に行き詰まってきたため働き始め、 1874年夏にはパブリックスクールで科学講師をして年に400ポンドを稼いだ。独自の研究も続け、ケンブリッジ大学のジェームズ・クラーク・マックスウェに指示。彼が受けたマックスウェルの講義は非常に難解だった。フレミングによればマックスウェルの講義は不明瞭な部分が多く、逆説的で暗示的な言い方が多かったという。字には聴講性が、 フレミング一人だけということもあったという。今度は科学と物理学で主席で卒業。その後ケンブリッジ大学で一年間機械工学実験の実演者として務め、ノッティンガム大学で物理学と数学の教授になったものの、一年以内に他に移った。1887年6月11日、バースの法務官の娘と結婚。その妻とは死別し、 1917年、1928年7月27日に、ブリストルの歌手と結婚した。1882年に、ノッティンガム大学を去ると、フレミングは、エジソン伝統会社で、電気技師として務め、新たに創業したフェランティで交流システムについて、助言したりしている。1884年、ユニバーシティカレッジロンドンで、電気工学の教授に就任。 イングランドでは初の電気工学教授職である。これは大変な名誉だったが、実際に提供された機器は黒板とチョークだけだったと後の自伝で記している。その頃、フレミングの法則を発表した。この法則はフレミング右手の法則とフレミング左手の法則からなり、マイケル・ファラデーによって発見された電磁誘導、モーターや発電機などの基礎原理。 専門分野では、電磁気学があるを分かりやすく人間の手の形で表したものとして知られている。これは、彼がロンドン大学で教弁をとっていた際、何度電磁誘導を説明しても、電流によって発生する磁場と磁場によって発生する電流の関係を覚えられない学生が見られたため、これをイメージしやすい形で表した。今日では、多くの国で義務教育課程にて教えられる。 1892年に、王立協会フェロー選出。1897年、ユニバーシティカレッジロンドンに、ペンダー研究所が創設され、フレミングが、所長に就任した。この研究所は、ケーブルワイヤレス。当時は、イースタンテレグラフカパニーの創業者、ジョン・ペンダーが5000ポンドを寄付したことを記念して、創設されたものである。1899年には、 グリエルモ・マルコーニの創業したマルコーニ社の科学アドバイザーとなり、間もなくマルコーニ社が大西洋横断無線電信を行うための発電所の設計を行った。熱電子放出、エジソン効果の研究を行い、1904年11月、整流器として機能する二極真空間を発明。当初、発信管と呼んでいた。後に、この発明の特許を取得している。 他にも、熱洋管、真空二極管、ゲノトロン、フレミング管などとも呼ばれた。合衆国最高裁判所は、出願書類の記述に不備がある点、出願当時すでに基地の技術だった点などを指摘し、後にこの特許を無効としている。この発明は、最初の真空管であり、電子工学の始まりとされることが多い。フレミングの二極管はすぐさま鉱石研波にとって変わり、 ラジオ受信機やレーダー機器などに利用され、約50年後になって半導体テクノロジーに置き換えられた。1906年にはアンテナの指向性の理論付けを行った。1906年、アメリカ合衆国のリード・フォレストが制御、グリッドを加えた真空管オーディオンを発明。フレミングはアイデアを投用したとして、ド・フォレストを告訴した。間もなくド・フォレスト自身や、 エドウィン・アームストロングが、その三極艦を改良し、電子アンプに使われるようになった。三極間は長距離電話や、無線通信、レーダー、初期の電子計算機に欠かせないものとなっていった。それらの特許に関する法廷での争いは長く続き、どちらも完全な勝利は収められなかった。フレミングは他にも、速攻、電子工学、無線電信、電気計測などの分野に貢献した。 交流電力システムの真の電力を表す、力率という用語を作った。1927年、77歳で、ユニバーシティカレッジロンドンを退職したが、アメリカテレビジョン学会の初代会長に就任するなど、新技術の支持者として活躍し続けた。1929年ナイトに除される。1933年には、異例栄誉賞、IEA 誉賞の前身を受賞。 1945年、デボン州シドマスの自宅で死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。